イビルツインデッキの使い方を紹介します。イビルツインデッキは華麗な展開から次々とリンク召喚を行い、状況に合わせて柔軟に戦っていくデッキです。先行では相手を迎え撃つ布陣を完成させていきましょう。まずシークレットパスフレーズを発動し、デッキからライブツイントラブル3を手札に加えてそのまま発動。その発動時の効果処理としてライブツインリーラーを手札に加えて通常召喚。その1の効果によりデッキからライブツインキスキルフロストを特殊召喚します。2体を素材にイビルツインキスキルをリンク召喚。その2の効果で墓地のライブツインリーラーを特殊召喚し、さらに2体を素材としてイビルツインリーラーをリンク召喚します。イビルツインリーラも2の効果を発動し、墓地のイビルツインキスキルを特殊召喚。リーラモンスターが存在する状態で特殊召喚したイビルツインキスキルは1の効果でデッキから1枚ドローすることができます。最後にイビルツインキスキルとイビルツインリーラを素材にイビルツインズトラブルサニーをリンク召喚。自分相手ターンにこのカードをリリースすることで墓地のイビルツインキスキルとイビルツインリーラを同時に特殊召喚できるため、タイミングを見計らってイビルツインキスキルの1枚ドローする効果とイビルツインリーラのカードを1枚破壊する効果を発動させることで相手を翻弄しましょう。コナミ